朝から庭掃除か。しんどいなぁ。あれれ、コウタ？掃除サボってると、立派な神主さんになれないよ。うるさいな。俺はこの神社継がないって言ってるだろ。普通の人生を送りたいの。なんだよ。またコウタの、俺公務員になるが、始まるのかなって思って。ね、完全に読まれてる。ずーっと一緒だもん。コウタの考えてることくらいすぐわかるよ。確かに。さ、ともちゃんが朝ごはんできたから呼んできてって。片付け終わったらすぐ来るように。へーい。お兄ちゃんおはよう。あれ、お姉ちゃんは？さあ、ただいまー。やあやあ、元気だでしょくん。はあ、お、その人は？改めまして、皆様にご紹介いたします。はじめまして、私工藤舞と申します。この御子守神社を継ぐため、豪太様とお子をなしに田舎から出てまいりました。皆様、ふつつかものですが、どうかよろしくお願いいたします。かつてこんなに重たい朝食があっただろうか。見よう。元か。マイマ、醤油取って。はい、エリナ様。ありがとう。じゃあ早速今晩から子作り開始だからね。マイマイ大丈夫？大丈夫です。この日この時のために毎日欠かさず修行してまいりましたので。私学校行く。どうなってんの。かつてこんなに重たい朝食があっただろうか。そういや、昨日はどうだった？ゴータはちゃんとできた？はい、ゴータさんはとてもお優しくリードしてくださいました。私の方がうろたえてしまいまして。マイさん、食事中ですから。あの、そのみんなの前では。皆様はとても大切な間柄のようなので、隠し事は良くないと思いまして。そうそう。コウタ、舞さんとそのエッチなことをしたんだ。いつの間にかさん付けで呼んでるし。はい、嫁は夫に従うものですので、私はコウタ様でいいと思ったのですが。私が神である。はあ、信じがたいと思うけど、私はこの神社で祀られている神様なのよ。まあ正確に言うと、私こと岡崎エリナが神様と同化しているっていうのが正しいかしら。はあ。マイマイをうちに連れてきた理由はズバリ世界平和のためっていうのは大げさだけど、この神社とその周辺の地域から悪い気を取り払うためなのよ。ですから、私たち工藤家の娘は代々この神社の血を絶やさぬよう、ここに嫁ぐために幼い頃から修行を重ねてきたのです。なるほど。納得してどうするのよ。つうわけで、マイマイにはこれから花修行に入ってもらうんだけど。はい、心の準備はできています。私もやるもん。まあ当然そうなるわよね。まあいいわ、特に女の子側には資格が必要ってわけじゃないし。つうわけで、コウタはしんどいと思うけど、あんたが優柔不断なのが悪いから仕方ないわよね。花修行って何をするの？ぶっちゃけるとことね、普通
ったらダメよ。考えつく限り濃厚なプレイをやらないと効果がないわ。濃厚？それはさすがに。頑張ります！頑張る！頑張ります。